はい、6時です。6時です。今日めっちゃ暑いわ。今日めっちゃ暑いというか、昨日ぐらいからめっちゃ暑い。まあでも最近マジで走ってるんでね、体力的には問題ないと思います。で、今日はですね、社会人チームの方で試合になりますと。僕、八王子に住んでるんですけど、今日横浜で試合なんすよね。なんで、マジで2時間ぐらいかかんだよね。化け物長いな、移動時間が。電車で行ったら2時間半ぐらいになっちゃうから、電車で行って、まあ、2時間切りたいと思います。警察捕まるなよ、警察。あいつら本当に目やってるからな、ネズミ捕りだね。もしサイレンが鳴った際には、巻きたいと思います。華麗にね、巻きたいと思います。まあ今日練習試合なんですけれども、本当にねチャレンジしていきたいと思います。で、僕が今日したいチャレンジっていうのは2つありますと。まあどっちもドリブルの話なんですけど、まずはめちゃめちゃ得意のシザースからの縦から、まあクロスかシュートいく、おわ2つ目がそれとは逆の、中にカットインしてミドルシュートっていうところで、どっちもいける選手になりたいなというふうに思ってるんで、ちょっとその2つを極めたいと思います。チャレンジしまくろう。あ、でもう一つだった、しっかりと点を取る。まあ一緒かってことで、まあ現地で2時間ぐらいかかっちゃうんで、もう行かないとやばいね。はい、もう行きましょう。家出る前にご紹介します。なんかこのカレンダーもらったんですけど、ちょっとダサくないか。バルサも書いてないし、クールグリーン着替え用の黒、じゃあもうすいませんね、行きたいと思います。なんで謝った、なんで謝った、すいません。はい、じゃあいつもの行きましょう。プロになる、プロになる、行くぞ。大晴れ、仕掛けまくる長所のです。よし、俺にね抜けない相手はいないっていうぐらいね、ちょっと仕掛けまくりたいと思います。それぐらい自信を持ってっていうことですね。行きましょう。あのね、最初はコンビニで帰りましたと。いや、店員さん可愛かった。よし、行くぜ。今到着したんで行きたいと思います。髪セットしよう。はい、できました。バイクのヘルメットのせいでなんかうまくできない、癖ついて。まあどうでもいいわ、そんな。よし、今日試合ですから行きましょう。
今終わりやした。ちょっとだけ反省をすると、いや本当にね、走りの成果が出てるなと思います。今日ねきついと思ったことねなかったですね、ほぼ。でもちょっと筋肉のところで筋肉系の持久力があんまないなと思ったんで、そこもちょっと高めていきたいなと思いまして、心配的には全然余裕でしたね。成長が見られるってところがすごい嬉しいんで、走り続けていきたいと思います。よし、帰りやす。まあ疲れたは疲れたんですけど、まあ疲れてないですね。じゃあ帰ります。気持ちいい、気持ちいいの。帰宅したけども、暑すぎんか、ちょっと今日暑すぎんか、マジで。なんやんこの暑さって。髪やばいな、ちょっとこれはやばい。マジでみんな誤解しないでほしい。しっかりセットしたらかっこいいから本当に。マジでこうやってね、ヘルメットとか被ると変ななるだけっす。あとサッカーしたりね。ちょマジで風呂すぎる。風呂すぎるって何。風呂行ってきます。マジでゲンチャーの気持ちよすぎ。田舎をですね、田舎というか山のね、田舎というかもういいや。お昼休みはウキウキウォッチ、あちこちそちこちいいと思う。田舎をですねゲンチャーで走ってきたんですけど、めちゃくちゃ気持ちいい。あ、気持ちいい。僕なんですけど、最近ね、美意識が高くなってきて、恥ずかしいことにね、美意識が高くなってきたので、今からね、こんなのはね、ちょっとやっていきたいと思います。これ買いました。クレーマスクとかいうやつですね。まあ、美容系 YouTuber っていうところで、もともとそんなに肌は汚いとかじゃないんですけど、まあさらにね、上を目指していこうというね。まあ俺のこのサッカー熱が美容熱に傾いた時ですよね。いやー恐ろしいですよ。ここにこう塗るやつらしい。オッケー、これでとりあえず10分から15分寝かせるらしいっす。クレンジングもしっかりやりました。その後にやってますんで、あの女性の皆さん、美意識高くなってますよ今。いいですよ今。いや、ウリタじゃないよ、アボリジニだよ。アリオン、アリオン、
わったら風呂上がってストレッチ、とりあえず飛ばしましょうか。うん、誰も見ないから、サッカー系 Vlog でこんなの誰も見ないから、とりあえず飛ばそう。飛ばします。こちらのクレンジングっていうのを最初にやりました。で、しっかりと角栓だったりとか、まあ黒いね毛穴のね汚れみたいなの取ってから、こちらのクレイマスクっていうのをしてますね。で、今これ15分から待って、シャリンガンっていうか千里眼開いてる。すずそこにいるんだね。今行くからね。はい、今風呂上がりました。なんで美意識が上がったか、明日までに考えておいてください。まあ、食事中だったら本当に申し訳ない。今から、まあ、僕今痔なんですよ。痔なんですよ。はい、痔なんじゃなくて痔なんですよね。はい、自覚っていうのがケツにあるんですよ。最近なってしまいました。なのでこのね、座薬、今からケツに入れていきたいと思います。その様子はさすがに見せれねえ。てかこれも放映できるかわからん。うんこだな。ちょっと待ってマジか。ケツじゃないとこ入った、ケツじゃないとこ入った、ケツじゃないとこ、ケツじゃないとこ入ったかもしれん。あー、ケツじゃないとこ入ったかも。いや無事ね、出産できました。おお、すごいな。なんかほんと座薬って嫌じゃね。やったことある？座薬ほんと嫌じゃね。ユーチューバーだったらこれぐらい体張るの飽きまへんよ。体張るの飽きまへんわ。今日バカ暑いんだけど。なんかサッカーでは結構走れてさ、そんな暑さ感じなかったけど、家帰ってきてさ、バカ暑い。マジこればっか飲んでる、さっきから。でさ、温度調べてみた。うん、これです。いや、地球温暖化が進みすぎでしょ。で、地球温暖化進みすぎだからさ、いやもう良くないじゃん。これ以上さ、二酸化炭素増やして地球温暖化進めるのも良くないじゃん。ね、今年の夏は一切クーラー使えません。もうはい、誓います。ここに今だって使ってないしね。このこいつで我慢してるからさ、37度でも僕はこの夏こいつと一緒にやりきる。よてめえ、しっかりしろ。絶対負けんなよな、絶対負けんな。あー、ちょっとごめんね。マジこいつと一緒に今年の夏はやりきります。こいつと一緒にな、相棒な。いや、ごめん、間違えた。今昼寝しましてですね、もう結構寝てしまいました。ということでね、まあ、今日はこの辺で終わっとこうかなと思います。まあ今日はチャレンジできましたけども、やっぱりまだ止める技術とかね、めちゃめちゃ下手なんですよね。トラップが乱れたりね、後ろから奪われたりすることがあったんで、特に中盤でのボールキープだったりとか、相手をうまく背負いながらでも前を向く技術とかね、身につけていきたいと思います。スピードのところは引き続き伸ばしていきたいと思います。まあファールになったけど、まあ相手の前に入る技術を、こっち行くと見せかけてこっちから行って、もう上半身から使って前に入るような、ああいった技術っていうのはもっとね伸ばしていく必要があると思ってるんで、本当に伸びしろしかないと思ってます。伸びしろしかないんで、逆に熱い、熱盛り、ああ絶対にプロになります。俺は絶対になる。ってことで、少し面白く思ってくれたりとか、応援したいなと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。絶対ないオフサイド。え、だって俺、いや試合中だからさ、客観的に見れないからさ、あんま言えないけど、今客観的にこう映像で見て、全然オフサイドないっす。試合中だとちょっと主観的になっちゃうから、あんま言えないと思って言わなかったけど、これはないっす。これはないな。